テーマ製材、ミキペレット、製造販売、住宅の組み測定、VH 測定、群馬県産材を始めていたします。国材販売並びに強度のもと、翌日多くカタログ通販両務次第、ファーストリフォームの福島商店です。今日はですね、バイオマス発電のですね、燃料を乾燥する工程から出たですね、古いさっていうかですね、ダストっていうんでしょうかね。そういったですね、乾いた細かなくず、これをですね、ペレット化できないかということでですね、ペレット製造のですね、持ち込み依頼がありましたので、今ですね、試し製作というのがしております。皮も入っているせいもありまして、やっぱりですね、全木ペレットっていう感じですかね。ちょっと色がね、濃いめですから、原料は杉なんですけども、ちょっと皮の方も多いのかなというふうに思います。ひとまずはですね、生育ができてますけども、おそらくですね、燃焼した時の灰の残存の量がですね、格段にホワイトペレットと違うんじゃないかなというふうに思っております。いずれにしてもできた後ですね、またどんな使い方ができるかとか、お互いにですね、試し燃焼をしてみるというところからですね、次の工程に入るんだと思います。テーマ製材、モキペレット製造販売、住宅の気密測定、VH 測定、群馬県産材を始めていたします。木材販売並びに、京都のもと、翌日属、カタログ通販、リフォーム材、ファーストリフォームに関することで何かございましたら、福島商店までお問い合わせください。